はい、えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、これより2025年4年新全日選挙講座、えー、本論編の民法第1回目、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。いよいよ民法の開講になります。よろしくお願いします。えー、では、えーと、お手持ちの方ですが、ちょいろいろ持ってきてほしいと言いました。まず講義ノートというものを出してください。講義ノートの方の1ページの方を開けてください。 えー、新全日選を囲んだ講義編民法ガイダンスと書いております科目の冒頭の方でその科目の特徴などを説明するガイダンスを毎回行っていきますえまず関数字1番使用教材、えー、1ブレイクスルー民法のテキスト以下、えー、ブレイクスのことを BT と略していきますで本日は皆さんにはブレイクスルー民法テキストの1というのを持ってきてもらっていますで全部で4冊ほどございますでえっ、ー、と冊数が変わるタイミングになりましたら事前にこちらの方から言ってきます 次の講義の方で変わるから持ってきてくださいねと、っていうふうに言いますので、特段何も言わなければ、前のものをそのまま持ってきてください。変に気を利かして次のものを持ってくるとかいう必要はありません。言わない限りは、前と同じものを持ってきてください。で、ちょっといろいろありますが、ちょっと飛ばしまして2番。六法。で、六法に関しては、これ全体構造の時と同じように、もう本六法が参照できる状態であれば構いません。冊子を持ってくるもよし、スマートフォンで検索できるもよし、 6本の情報が分かれば何でも構いません。3、講義ノート。今使っているもの。4、合格ゾーン。えこちら、過去の本試験問題集。こちらをえ3回目の復習。具体的に来週の月曜。来週の月曜の復習から使っていきます。で、どう使うのかということを説明したいので、申し訳ないんですが、次回。 合格ゾーンのえこちら民法,上民法上というものを持ってきてください民法上使い方などを説明しますので民法上の方をお持ちください続いて関数2番使用書士試験における民法 えー、法書士試験の最重要科目だと。一番重要な科目がこれから勉強する民法です。なぜ一番重要なのか。二つほど理由を言いました。まず一つ目が、配点です。え、こちら、配点午前科目、一次試験の方で20問出ます。次に多い科目で、不動産投票で17問。 民事執行法、全体構造編の最後であった民事執行法、あれに至っては一問しかないんですよ。このだけ民法の配点が一番高いということ。これが一つの理由で、もう一個の理由が二番。他の科目との関連が非常に強いんです。あのー、民法を勉強してないと。もう学習できない科目が結構多いんですよ。 で、他の科目の関連が強いという意味でも、この民法というのは重要な科目です。それで今度は入れてませんが、実はもう一つ重要な点がありますねこの民法というのが、法律学習の考え方の基本になります。法律学習の考え方の基本になります。民法で培った考え方を使って、他の法令って結構考えていくんです。 考え方の基本にもなるということで重要だと言えます。はいということで41回結構、ね、回数は多いんですがしっかりやっていきましょう。え関数字3番復習の方法で。これについてはあの次回あの問題演習を 復習にた、えー、取り入オンライン題ョーを取り入れるタイミングで改めて説明します。関数字3については次回の講義のところで改めて説明します。また同じようにページ講義ノート2ページについても次回のところで説明をしていきます。ガイナスっぽい話はこれぐらいにしましてそのまま講義ノートの方は3ページの方までいっていてください。 であの本日、講義ノートの方の3ページから、えっと、こちら、全体構造プラスアルファの話をしていこうと思います。このブ冒頭に載っている講義ノート3ページの方からパラパラめくっていきまして、ページの方でいうと、大体10ページかな、10ページの方まで使っていこうと思います。 であのもしちょっと本日、講義ノートの方、お忘れの方、お忘れの方がいましたら、後ろの方に係の方がいますので、ちょっと忘れている旨をちょっと伝えてください。講義ノートの方がお忘れの方、後ろの方に係の方がいますので、えー、係の方すみません、2部お願いします。2部お願いします。はい。では、やっていきましょうか。よいしょ。全体構造のプラスアルファの知識をつけていこうと思います。じゃあ、タイトルの方を見て,ってください。 タイトルが物件と債権というタイトルになってます。民法の権利というのは大きく分けて2つあります。物件と債権。この物件と債権何が違っているのかって言ったらを、えー、ざっくり言ってしまえば違いはどこに向かっているかどこに向かっているかで分けるってことでした。 人に向かっている場合は、それを債権と言い、物に向かっている場合は、それを物件と呼ぶんでした。で、この二つの違いをもっともっと深掘りしていこうと思います。そのまま下の方に行きまして、関数字1、物件。物に対する直接的、排他的、 支配権このまず物件で強くイメージしてほしいのは支配権というイメージなんですうんと所有権があったら何ができるんでしたっけ所有権があったら使用収益処分ができますよね所有権を持っていれば使うことを貸すことを売ることもできるわけです意のままに使えるんですよ い,いのままにできるんです。物件というのはい,いのままに使える。支配してるってイメージを持ってください。物件、支配してるってイメージを持ってください。 でその前に文字2文字ほどあります直接的・排他的という言葉この言葉自体はがっちり覚える必要ありませんイメージが開けばそれ構いません1直接的物に対して直接向いている権利ということ直接向いていると、まあ、ざっくりと結構でしょうかっこ2排他的一つの物に両立できない複数の物件は 成立しない。ちょっとそちらの方の絵を使っていきましょうか。同じものを画面の方に入れております。ある A さんがいて、自分の物を B に売りつつも C にも売るという二重譲渡をしました。それによって買った人たちは所有権を持ちますが、 これ、2つ所有権は NG というのを覚えてるでしょうか。一物一権主義。1つの物に2つの所有権は NG、1つの物に2つの所有権は NG でした。はいでこのように え、こう、両立できないような状況になってます。一つの物に二つの所有権が両立できない。じゃあこれどうなっちゃうのと。というと、右側。B が登記すると、こちら。B の所有権が、C の所有権を排除、追い出します。追い出します。 物件は支配権です。登記することによって支配が確立する。登記する支配が確立する邪魔な奴を追い出す。登記する支配が確立する邪魔な奴は追い出す。登記する支配が確立する邪魔なものを追い出すと。出てけえと。 登記する支配が確立する邪魔なものを追い出すと。はい、でこれが支配権というあの排他性っていうイメージです。だちょっとねちょっと細かいんですがここね。 両立できないって書いてません何言ってるかっていうと一つの物に二つ,つの所有権はダメです二つの所有権はダメです二つの抵当権はありだったよね二つの抵当権ならありですよねなんであくまでも両立できないものはダメだってことね両立できない時は追い出すよってことだからね 所有権は両立できない定当権なら両立ができるじゃあ今度そのし下いきましょう関数時に債権 人から他の人に対し特定の行為、作為不作為を請求する権利。債権、何々しろっていう権利でした。代金債権、引き渡し債権、お金を払え、物を渡せと請求できる権利でした。ちょっと入れませんでしたが、書いておきましょうか。ここですが、物件と違いまして、待つ。 支配権という要素はありません。支配権という要素はありません、うん何言ってるかというと、例えば、ちょっと画面の方を見てもらうとこう、パソコンに対して所有権を持ってるとします。パソコンに対して所有権を持ってると、パソコンを使ったり、貸したり、売ったりすることができると。パソコンは意のままに使えるわけです。一方、債権があったらどうかと。 俺さ、田中に代金債権持ってんだよ。だからさ、俺田中支配してんだよね。うんだから俺田中支配してるんだよ、と。<laughs> あのね、近代国家で人が人を支配するっておかしいからね。<laughs> なんで、債権というのは、支配するっていう権限がありません。支配するって威力がありません。 なので、ヘリクスを作らないでいくとね、物件の場合は、支配をしている、邪魔するし権利があれば、支配をしていれば追い出せました。俺が支配してるの、お前出てけと。ってことは、債権は支配性がないんだから、邪魔する権利があっても、追い出せないってことになりますよね。下の方にちょっと文字入れていきましょう。 1> 米一、米二。まず米の二から。配達性なし。両立できない権利を追い出せ。うん、追い出せない。追い出せない。はい。債権は支配性がない。支配をしてないから、邪魔するものは追い出せない。 あともう一個直接性なし物理に対して向かう権利ではここもないと書いていきましょう向かう権利ではないと物に向かっているわけじゃないよとでこれが実はいろんなところに影響を与えるんですページをめくってやってください4ページの方をお願いします 関数字 3. 両者の具体的相違点。カッ1。直接性の有無。1。A が地上権を有している場合。2。A が B から沈借している場合。何かというと、まあ、あの左上に A って方がいてね、土地の所有者が B なんですよ。で、A は土地を使いたい。で、B は土地を使ってないから、まあ、使わせ A に使わせてもいいなと思っていると。で、この時にね、 A が地上権という権利をつけた場合と、A が珍借権という権利をつけた場合で、使うまでのプロセスが違ってきます。使うまでのプロセス、流れが違ってきます。 ちょっとまずね、賃借権からやっていきましょうか。右の方 A が B から賃借している場合といきますね、A と B でね、ちょっと土地貸してくんねえかと、ああ、いいよ貸してあげるよと、じゃあ権利つけさせてくんねえと、あ,あ何にすると、あ、賃借権どうと、ああ、いいよ賃借権でと、賃貸借契約ってことをしました。すると、よいしょ。 A は B に対し、賃借権という権利を持ちます。で、この賃借権というのは、債権です。何ができたか覚えてます これは使用収益を請求する権利使用収益を請求する権利使わせろと請求する権利なんですよ使わせろと請求する権利なんです ってことなので、実は、まだ A さん、この土地使えません。ざっくり言ってしまうと、こういう流れになります。A が使うまでのプロセスを書いていきますと、まず、契約する。賃貸借の契約をする。権利が生まれる。 請求するこの3つのプロセスを踏まないと使えないんですちょっと待ってください、えー、画面が残しますね とということなんで、契約をする、権利が生まれる、で請求してやっと使えると一方、これ、もしね、地上権を選んだ場合はどうなるか、左側の絵を使っていきましょう。いきますね。 えっとまず、A と B で地上権の契約を結ぶ,契約を結ぶすると、A は地上権という権利を持つ。地上権という権利を持つ。 地上権というのは物件です。物に対して向かってますよね。もうすぐ使えるんです。もうすぐ使えるんです。講義のと四4ページの方を見ています。土地を使用収益する権利をすぐ持つ。だからすぐ使えるんですよ。 使うまでののプロセスが違ったわかかるでしょうか契約する、権利を持つ、即使えるのが地上権。契約をする、請求する権利を持つだけ、請求してやっと使えるようになると。で、なんでこう変わっちゃうかって言ったら、もう結局、どこに向かう権利か、どこに向かっているのかが違うからなんですよ。人に向かってるなのか、ふだ物に向かってるなのか、もうそれで違ってきちゃうんです。 うんとね、このあたりって実はね、まあヘリックスかもしれませんが、一応いろいろね、応用聞くんですよ。あのね、ちょっと想像でいこうか。ちょっと待とうかな。想像ね。実はね、どっちかの権利はね、土地が壊れたり、水あけが悪くなった時にね、B に対して直せって言えるんです。どっちかの権利は B に対して、ね、壊れたから直せよっていうふうに言えるんです。でもどっちかはそれが言えないんです。もう一回ね、どっちかは、 B に対して、B に対して、B に対して、直せというふうに言えるんです。でも、どっちかは B に対して、B に対して、そういうことが言えないんです。さあ、どっちでしょう賃借権は言えます。賃借権というのは、これ、B に対して、人に対して向かっているでしょ人に対して向かっているから、その人に対して、直せようって言えるんです。 まあ地上圏は矢印の先が土地ですからせいぜいね土地に対してなあ治ってくれよ、早く <laughs> そんなぐらいですよ。はい、どこに向かっているかで違うってことだもんねちょっとこの辺りですがちょっと六方の方もでも見てみましょうか。 はい、ちょっと条文の方をね、開けてください。条文の方ですが、六百二十の方を開けてください。あ、違った、六百二十じゃなかった、ごめんなさい、今違った。<laughs> すみません、失礼しました。 失礼しました。606でした。すいません。606条。今、画面の方に606条を換算しております。606の1項の方です。賃貸人は賃貸物の使用及び収益にあ、収益に必要な修繕をする義務を負う。賃貸人が義務を負うっていうのは裏を返せば、 賃借人は賃貸に請求できる。賃借人は賃貸に請求できるから、賃貸人が義務を負うなんです。賃借は賃貸に言えるから、だら賃貸の方が義務を負うってことなんです。 はいで、この権利は地上権にはありません。地上権にはこの606条に相当するものはありません。本当にどこに向かってるかってことがわかれば、あ地上権にはあって賃借権にはないんだなあ。賃借になって地上権はないんだなとってことはね。分かってきます。 え、ブレックスの、あ、すません。講義ノートの方に戻ります。今度は、カッコに、配達性の有無というところです。丸一物件。A が高土地を B と C に二重譲とした。いずれか一本の所有権を優先させるのにない。先に工事、登記した方を優先する。先に工事した方が他の権利を排除することになる。 これさっき前のページで説明した絵の部分を文章にしただけ二重条と一物一権主義で、まあ、邪魔する方を追い出すよと支配を隔離した方は追い出すよとじゃあもう一個丸に債権ってやつを見てください今ね A さんが A A ささんん万って書いてあるでしょ A さんは全財産100万しかないと思ってくださいにもかかわらずね2人からお金を借りてるんですしかも100万ずつ借りてるんですでこの2つの権利は両立できないってわかる両方とも100万取るっていうのは無理だってことわかるかなはいじゃあこの場合ってね どっちかがどっちかを追い出せるかって言ったら追い出せません追い出せませんこれ下見てください内容の矛盾する権利をも有効に成立する2つの債権は残ってしまうんですあのすいませんあの優先しないってことは平等ってことですよね平等債権この2つの言葉を使った用語なかったっけ平等と債権 債権者平等原則。債権者平等の原則ってありましたね。俺が先に貸したんだからお前出てきなんて言えませんでした。どういう順番で貸しても優先劣後の順番はないよということですね。 でこんな感じで、ね、あの債権と物件というのはいろ、えっと、こちら大きく言うと支配性がある、支配性がない、物に向かっている、向かってないというところでいろんな違いが出てくるということなんです。じゃあもうちょっとこれ、えー、いろんな話していきましょう。ページは5ページの方まで行ってください。物件債権の優劣関係。 物件 VS 物件、債権 VS 債権、物件 VS 債権、これ、ぶつかっちゃった場合、どっちが勝ちますかと。物件 VS 物件、物件 VS 債券、えー、債権 VS 債権でね、この3つのパターンのうち、1つはね、勝ち負け決まらないのがあるんですよ。ちょっとヒントね。支配性。 債権 VS 債権はどっちも追い出す権利がないよねどっちも追い出す力がないよねじゃあ書いてみましょう債権 VS 債権優劣なしです債権 VS 債権は優劣なしですじゃあもうその観点で分かると思うんだあのね債権 VS 物件は 片屋を追い出す強い力があって片屋ないよね。書いちゃって結構ですよ。物件の価値です。物件 vs 債建物件の価値です。はい、ちょっと揉めるのが物件 vs 物件です。そのまま下読んでいきましょうか。 1物件相互間の優劣関係物件 VS 物件工事の前後にて決する工事ここでと当期と思っていいよ当期と思っていいよ物件の優劣は当期で決まります物件の優劣は当期で決まっていく当期が先の方が優先するよと当期が先の方が優先するよと ちょっとね、全体構造の副習になるから出してくれる抵等権が2つあったらどっちが優先する抵等権という物件が2つあった場合は、先に登記した方が優先するね。先に登記した方が優先して、そいつがもらって、残りしか次に行かないんだよね。もう1個やる方が。うんと、1つの物に、 抵当権と地上権があった場合って、地上権生き残るんだっけ地上権が先に登き、抵当権があったの場合はこれは抵当権が負けてるよね抵当の下は消せるけど、抵当の上は消せないね逆に抵当が先、地上権があとは。 抵当の下全部消せますよねなんであの他にもいろいろパターンありますがとにかく物件同士がぶつかったらどっちが登記してるかどっちが先に登記してるか物件同士がぶつかったらどっちが先に登記してるかを見てください。 じゃあちょっと下の例を見てみましょうえっと B の土地があります上の A さん丸1低等権でつけました右の C さん丸2買ったようですコブがないものと低等がないものと思って買ってます A のところ矢印 3A の方が先に登記しましたこの場合 AC の優劣はこれも A の価値ですよね ですから A は抵当を持っている C は抵当付きを買ったと C は抵当付きを買ったって扱いになりますちょっとこれ絵に起こしちゃいますとこんな感じになりますよねよいしょよいしょこの場合結局よいしょ C が買った土地には A. の抵当がついてるって状態ですよね。ってことは。その横見てください。この物を C. から D. が買ったら D. は何を買ったことになる。綺麗な所有権抵当付き。これ抵当付きだよね。抵当付きを買ったってことだよね。 でね、言葉を覚えなくていいから。言葉を無理に覚えなくていいから。左、えっと、この下の方に。D に対しても A は抵当権を主張できる。追求項っておいう追求項追っかけるってイメージ。追っかけるってイメージです。所有者が変わっても追いかけるぞってイメージ。 所有者は変わっても追いかけるぞと土地に抵当がついている抵当付きを買ったということで抵当は追いかけてくってイメージです追求校って言葉自体は合格者ほとんど覚えてませんただ抵当付きを買った場合追いかけてくるってイメージはみんな持ってますはいこれが追求校という話になりますうんちょっと脇道というか本題にいきましょうその下 にじゃないかと、えー、下の方にイは登記を見て、帝都権の存在を知っている帝都権を確保して買っているはずなので帝都の負担をかけても構わないとえっと、ちょっと大前提をちょっと言いますあの民法でよく出てくる言葉にこういう言葉があります。 取引の安全これってねちょっとかい言葉になっちゃうんだけどちょっとこれも分かりづらいんだけどね不意打ちの防止うーんこれも分かりづらいかなまだな。 あの、民法はこういった不意打ちをすごく嫌がるんです。あの、不意打ち、あ、書いたかな不意打ちってイメージわかるでしょうか不意打ち。痛ど、どこだどいこどういうこと、ね、どもうちょっと行きましょう。よーし、これ買ってみた。なんでこんなの入っちゃうの聞いてねえよ、こんなのあのね、一応硬いことだよ不意打ち。でも柔らかく言うと、聞いてないよ。知らないよ、と。民法がすごく嫌がるのは、 聞いてないよ、知らないよって状態なんです。民法はいろんなところでこの不意打ちを防ごうというためにいろんなルールを設けてます。聞いてないよ、知らないよとそれ前提でちょっと、ね、今回の話を聞き,きたいんですよねちょっと待つよ答えは書いてますけど想像してください。今回イさんが不意打ちにななってないかです よーし買ってみた嘘だろ、低都付き、いやいや、待ってよ、知らない、そんな聞いてないぞ、低都付きなんて、こうなってないんです、ちょっと改めてそのブレ、あのこのテキストの文章、ちょっと見てくんないでに酷な結果じゃないかってところから、全部見てくんない ここですが不動産取引をする人は絶対に投機も調査をします前提で投機も調査を絶対にやりますやらない怠け者は想定してませんでいうことでこの状況でーさん私私 D でやりますとねああその物件売ってくれるんですかありがとうございますちょっと東京取ってみよううわっテトがついてる円のテトがついてる買います あの、登記簿調査する、帝都がついてるの分かってる。分かっていて買ってるはずなんですよ。なので、これは、不意打ちにはなりません。繰り返し二つさせて。えっと、一つは、民法はとにかく不意打ち、聞いてないよ、知らないよ、とにかく嫌がる。いろんなところでこの聞いてないよ、知らないよ、防ごうとします。二つ目。 不動産取引をする人は必ず先に投規簿などの調査をします。あの、全体構造の話で言うとね、あったでしょほら、抵当がついてる状態でもう一個抵当をつけるなのか、融資が変わるって話だったでしょ地上がついてる状態で抵当権をつけるのか、融資が変わるって言いましたね。必ず投規簿などの調査はすると。 ありがとうございますでは、えーとまあえーと、講義ノートの方は今度6ページの方に行ってやってください。物件と債券の優劣関係、物件 VS 債券、丸付ぎだと結構です、物件の方に。 排他性がある物件、ない債権、排他性のある物件の価値なのが基本と。で、原則。売買は賃貸借を破る。まあ、そういう格言があるんです。A の方を見てください。A さんがいまして、右の B が賃貸借の契約を結びました。賃貸借の契約を結んで、賃借権という権利が 今発生しています一方 A さんは下の C に土地を売っています C が土地の所有権を持っていますその下この土地は誰が使用収益することになるのかと何言ってるかっていうとねえっと B が持っているのは賃借権使用収益を請求する権利 C が持つのは所有権。使用収益処分ができる。使用収益処分ができる。被ったの分かったでしょうか ?C は C で賃借権。あ、ビアビで賃借権。使用収益が請求できる。C は C で所有権。使用収益処分ができると。 はい、見ていきますと B は C に対し賃借権を対抗できないのが原則 A の売買によって B の賃借権は消滅するはずだと債権と物件、物件の価値なんですよ債権と物件物件件の価値なんです。 でそのま B が地上権者の場合とちょっとこれ画面の方一回使わしてくださいありがとうございますえっとね A がいて物を持っている A と B で地上権の契約を結んで地上権が入りました地上権が入って地上権を登記したんです この状況で A が C に売りました C が買ったのはきれいな所有権ではないこれはさっきのんですよあの抵当が付いたものを買ったら抵当付きを買ったでしょ今回は地上権が付いた物件を買ったって扱いなんですよ地上権が付いた物件を買ったって扱いなんですよ さっきね所有者変わっても追いかけるって言いましたね今回地上権でも同じです低当権所有者変わっても追いかける同じように地上権だって所有者変わったら追いかけますでね 大昔は、もうこれで終わりだったんです。大昔はね、まあ、それが賃貸借。それが賃貸借。これは地上権と。もういいの。それはそういうもんだから、賃貸借はそういう弱いやつなの。もう地上権はいいんだけど、賃貸借はそういう弱いもんなんだ。もうそういうね、割り切りが昔はあったんです。ただ続き見てください。不動産賃借権の物件化傾向により、上記の減速を 修正するとこの言葉自体は覚えなくていいです不動産賃借権の物件化傾向言葉じゃ忘れて結構です賃借権を物件のようにしていこうじゃないかと賃借権を物件のように考えていこうじゃないかと実際に立法からちょっとした理由があって変わっていったんです考え方がその変わってた理由はまた後で言います賃借権を物件みたいに考えたらいいんじゃないと そこでした。例外、売買が不動産賃貸を破らないケースを3つ作ることになりました。605条、あと上条文いきます。借地借、借地10、借地31。借っていうのは借地借家法というもので民法の後にできた法律です。民法の後に作った法律です。 じゃ、あどんな感じで保護していくのかを見ていこうと思います。まずは、六百五というものです。ちょっと一回、条文引いてもらっていいでしょうか。民法の六百五。民法の六百五です。<laughs> 民法六百五条。 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について、物件を取得した者、その他、第三者に対抗することができると。ちょっとこの意味合いを、講義ノートの方に入れましたので、また見てください、ノートの右のページになります。605条、建物と土地共通の規定。 A が右の B と賃貸借の契約をする。A は下の C にこれ売っ払うと。読んでいきますと、C の所有権登記より先に賃借権登記をするごとに、B は C に賃借権を対抗できる。登記簿を入れてみました。コーク1番 A。で、その後、い一番先,先に学びて、オツク1番賃借権設定 B。で、この後にコーク2番で所有者 C と。 ちょっと登記の順番だけ、丸番号を入れときましょうか。登記した順番を一二三と入れてみますと。えっと。一二。三と。 C より先に B が登記すれば B の勝ちですよと。<laughs> C より先に B が登記すれ、ね <laughs> ね、ば B の勝ちですよと。まあ本当にそんな感じですよ。ちょっと思うのがね。じゃあ177条でよくねえかと。177条とはなんで別に650なんて条文がいるんだろうと。ちょっとこれ177開けてくれません ?177。17 実は177条では今のトラブル今のね今のねものは解決できないんです今の事件は解決できないんです177では解決できないんですあのパッと見先に登記すら勝ちだと先に登記すら勝ちだと言うんだったらこの177条で片付きそうなんですが177条では無理なんですなぜだと思います この2文字です177条は物件の特捜を解決するルールなんです、物件の。賃借権は債権なので賃借権は債権なので177条じゃ片付かないんですよ。 賃借権は債権なので、177条では型をつけることはできないと。 でこの条文とは別に民法605条というのがあるのね177条だけではうまくいかないのでだから別個に作ってるってことなのね全体構造編の第2回目で説明しました六法というのは覚えるツールではない六法というのはえこちら理解のためのツールなんだと理解のツールなんだとあこっちにこう書いてるだからこうなんだなって分かるとはっというふになるわけですそのはっとしたとこで頭に残るんですよ よしじゃあ続きましょうかょ次の部章でしょうねしかし600個条だけでは B の保護としては不十分である売買ともなり賃貸借契約をしても賃借人 B から賃貸人 A に対する登記請求権は発生しないのである A と B 賃貸借契約 横 B から A、登記請求権、バッテン車って結構です、ないんですょ、あのー、ちょっとこれ、全体構図の復習からまたいきますと。 投機って、共同申請だっていうのを覚えてるでしょうか。売買だったら、買った方と売った方が協力し、買った方と売った方で協力していかなきゃいけないと。共同申請ってやつね。で、それを協力させる権利が、 登記請求権って権利でした。協力させる権利を登記請求権って読むんでした。繰り返しますね。えー、こちら。所有権の移転、売買によって所有権の移転登記をしたい場合、自分だけではいけない。売った方と買った方両方がいかないと登記はやってくれない。だから、買った方は売った方に、 登記に協力しろよっていうふうに要求できるんですた。登記に協力しろよと要求できるんですた。この登記に協力しろって要求する権利を、登記請求権って言ったわけです。でね、賃貸借の場合も実は同じで、賃貸借の場合もね、登記したければ、オーナーとの共同申請があるんです。 オーナーナとの共同申請がいるんですただ現実ね実はオーナーには登記する義務がないんですっていうか逆から聞こうかもしね今まで家とか土地を借りた方登記した覚えはありますかってことなんですアパート301号室を借りました登記申請に行った覚えがあるかと多分ないと思うんですよ 多分ないと思うんです実はねこの賃貸借をしてもこれオーナーには登記する義務はないんです続きを見ましょうつまり賃貸人 A には B の賃借権登記に協力する義務はない A が賃借権登記に協力しなくても違法とはならず強制力を用いることが できないのであるとはいってことでこれで厄介なことが起きました法律だと思ってください私すみません陳謝権って言いますどうしたのつらそうだねえもう債権で弱くて弱くて弱くてしょうがないんですようん電動車のなんとか僕を助けてくれませんかねおお上位を650って作ってあげるそれどんなやつなんですかうんあのこれ君登記すればあ勝てるにするから登記すれば勝てるにするからありがとうございます よしこれで勝てる、うん、で、葬しさん勝てるからすいません、あのオーナーは登記する義務あるんですかあ、それないよ。あ、それない。はいだから、オーナーには登記する義務ないからちょっと待って、あんた今何て分かるかよ,よく分かんないけど俺は登記すれば勝てるんだよな。そうだよ、葬儀さん勝てるよ。でもオーナーには登記する義務はないんだよ。意味なくね いやもちろんね好意にすごくいいオーナーだったらやってくれるよすごくいいオーナーだったらねいや義務はないけど俺やってやろうとっていうオーナーがいればまあベースですでも基本賃貸借の場合って普通登記してくれないんですよだからなんかこの言葉で通じるかな絵に描いた餅ールール使ったけど実効性がないルールは作ったんだけど なかなか実現しないルールなんです、これ。ちなみに、そう真下と下見てください。A が地上権設定者であれば、B の地上権登記に協力する義務あり。見ますとね、A と B で地上権設定契約をする。横。B から A。 登記請求権登記に協力しろという権利これは発生しますちょっとね書いておきましょうかあのね登記請求権っていうのは基本ね物件が生まれたら発生すると物件を持っていたら発生するのがいいかな物件を持っていたら発生するってまず思ってください物件を持っていたら発生する ちょっとここ,に書こうかなこの登記請求権というのは物件を持っていると発生すると思ってください他にもいろいろ理由はあるんだけどね ってことこ賃借権は債権なので、登記請求権が生まれない。地上権は物件だから、登記請求権が生まれると。こうなるんですね。ってことでね、これで後から別に法律を作りました。この左側のページ、えっと、6ページの下の方に借地借家法っていうのがありますね。借地借家法、左側のページね。左のページね これを民法制定後に新しく作ったんです。民法が。民法自体は明治にできてるんですが、借地策法、元が平成2年かなに作ったんです。超余談です。あの、沈借権が弱い。地上権が強い。これなんでと。そもそも論なんでと。あのね、 元々の立法者自身がね、立法者自身が、あのね、短く借りるなら賃借権長ければ地上権って考えたんです。短ければ賃借権長ければ地上権で、賃借権はもう短い専用だから弱くていい。賃借権は短い専用だから弱くていい。地上権は長いから強くあってほしい。っていうことで、もう明らかに元差をつけたんです。賃借権地上権で、はじめ思いっきり差をつけたんですよ。 短い人はこっちに行くだろう、長い人はこっちに行くだろうと。って考えたんですよ。でね、今でも実はそれだけは少し残ってまして、よいしょ、このね、地条件っていうのは、ちょっと入れといて、地条件。地条件って永久も許されます。永久地条件を持つのに許されるんです。 一方ね地上賃借権はマックス50年までマックスで50年までなんです。実はねあの29年改正前はもっと短かったんです。29年改正前もっと短かったんです。最近になってちょっとね年,年数が上がったぐらい。 最近やっと年数が上がったくらいなんですよ。いけるかなってことで、もともと短いやつは珍借権使えばいい、長いやつは地上権を使えばいいと、じゃあ地上権強くしようねってしてたんですよ。そうしましたら何があったかっていうとね、結論言っちゃうと、長いやつも賃借権に行っちゃったんです。 長いのは地上圏に行くと思ったら地主が嫌がって地上圏をしないんですよちょっとこれ全体構造で少し言った内容を膨らませるね見るからいでいいよよいしょえっと全体構造の復習プラスアルファと思ったけどごめんちょうど1時間だ少し軽い休憩しよう忘れた 1>, えー、1時間ごとに軽い休憩をしますので手を揉む足をむなりしましょうか1時間分25分ぐらいのところで大休憩に入りますよしじゃあ行きましょう えっと、これ、所有権を持ってると使用収益処分ができました見るかでいいかね、使用収益処分ができるとただ、地上権を設定契約しちゃうと地条件設定規約しちゃうとどうなっちゃったかっていうとこれが持ってかれちゃうんですよね、使用収益権が持ってかれちゃうこの持ってかれたものを地上権と呼ぶんでした。 言ってしまえば地主は使用収益を持ってかれちゃうんですね。一方ね賃貸借を賃貸借の契約をしても賃貸借契約してもねあくまでもあの A が言えるのは使わせろと請求するだけで土地の権利はもらえません。地主側に使用と収益の権利残るんですよ。 ってことにね本来は長いものは地上権短いものは珍借権と考えたんですが地主が地上権をとにかく嫌がりましたで実際地上権なんてまれのまれですあのー、仕事柄ね東京見た時にね地上権なんて見つけるとなんかね嬉しくなります <laughs> やった、見つけた、なんかなんか今日なんかいいことありそうみたいな感じの、結構ね、すごい嬉しくなるぐらいなんですよ。地上権なんてとい, <laughs> いうことで、ちょっとあ根っこからいきますと、はじめは、賃借権は短くてから弱くていい、地上権は長いから強くしようって思ったら、みんな地上権を使わない、みんな地上権使わずに、賃借権一本やりになったんですよ。そこで 平成2年に法改正をちょっとしまして、賃借権を強くしよう。賃借権を強くしよう。って考えました。これが借地借家法という法律なんです。ちょっとこれ、えっとね、6ページの方に入れといてもらっていいこの借地借家法。 あのね、賃貸借にもいろんな賃貸借があります家を借りる土地を借りる車を借りる動産を借りる自転車を借りるいろいろあるんですがこれ中でもねやっぱ居住を保護しよう住むための賃借権は強くしよう住むための賃借権は強くしようさあだから物の貸し借りの中でも住むための権利住むための賃借権だけ強くしたんです住むための賃借権だけ強くしたんです すべての賃借権じゃないからね、居住の方だけだからね。じゃあ、それどう強くしたかを見てみましょうか。う,かなうん、じゃあ、ページの方は八ページめくってもらっていいでしょうか。 えっとね、タイトルだけ先読ませてください。丸二番、借地借下法10条1項、土地賃貸借解決法。土地って書いてもね、土地ね、土地。も、ま、う一個、丸三借地借下法31条、建物賃貸借解決法。建物ね、建物。一応ごめんね、もう 1, 1個前、ページ戻れる戻ってもらって、丸一605条。 建物・賃貸土地賃貸共通建物土地共通のルール建物・土地共通なのが605。よしじゃあねまずは8ページの丸二番。 借家法10条の方から見ていきましょう土地賃貸の解決方法借地権はその登記はなくても土地の上に借地権が登記されている建物を所有するときはこれをもって第三者に対抗できる絵を見ていきますと A が土地を持ってます A と右の B 丸一番土地の賃貸借契約をし賃借権が生まれました ですが、これを地主が登記してくれません。地主が登記してくれませんじゃあ、どうするのと B の横を見て B の横に土地があって上、建物を建てるんです。建物を建てて、丸2番、建物建築横 B 名義所有権保存登記。建物登記簿に行う。建物登記簿。 これで対抗力をつけますよと。これで対抗力をつけますよと。繰り返しね。えっとね、土地を借りたんだけど、土地の方に地主は登記してくれない。建物を建てる。で、建物を建てて、建物の新築の登記をする。これで、 土地賃借権勝てますよと土地賃借権対抗力がつきますよとまあ聞き流してください始めるのはねあのね結局まあぶっちゃけ言えば土地で投機できないから建物投機しろと土地の上で投機できないから建物投機しろとそんなこと言ってさまた建物が投機できないとかそういうオチになんないなんじゃないですかやっぱまあそう思うんですよ 投機したら勝てますよと言っおきながらこんでも投機できないんじゃないかとちょっとこれ右下見てください参考情報所有権保存投機は単独申請で行う単独って字ちょっと新しい方語でごめんね所有権保存投機というのは新築の投機とまず思ってください新築の投機そうじゃないのもあるんだけどね まずは新築の登記と思ってくださいあのね中古物件の売り買いは共同申請だ今ある物件を買った場合は共同申請だけど新しく作った場合は作った人だけでいいの作った人だけで申請できるんですよ よろしいでしょうか。なので、今回は建物を建てて建物登記をするというのは現実的に可能です。現実的にできます。なので、さっきの民法6 0五条と違って無理だよって話にはなりません。今回はこちらできるという登記になります。ということなので、土地を借りた場合。 建物を建てて建物を投機すれば勝てるようになりますよと。ってことはですよちょっとこれ逆に言うと土地を借りたけど建物を建てない人は勝てないってことですよね。伝わるかな建物を建てて建物を投機すれば勝てるってことは建物を建てなければ勝てないってことですよね。はいそれで構いません。 構いませんはい、それでいいんですんでかっていうとなんて書いた居住の保護居住の保護のための特別ルールです居住の保護のための特別ルールです土地を借りました建物建てない住みますか住みませんかってこと 土地を借りました、建物建てない。これ、住まないよね。土地を借りました、建物建てない。これは住まない。住まないんだから、この居住の保護なんていう要請、働かないんで保護しなくていいんです。これは保護しなくていいんです。すべての賃借権じゃないとね。すべての賃借権を保護しようとするわけじゃないってこと。 に注意をしてください。 すべての賃借権を保護するわけじゃないよということねではちょっとあの次に行く前に一つ補足をさせてくださいうんとね今のこの話って 不意打ちにならなならいのかってことなんです何を言ってるかと。と言いますと今のこの状況ってあ見るだけでいいかんねん見るだけでいいかんねんこれねえっと土地を A が持ってまして土地を B が借りた土地を A が持ってまして B が借りたのね。 で、B は借りたんだけど、B は土地の登記簿の方に賃借権で登記はしてくれない。これしてくれなかったら何の問題もなかったんだけど、してくれない。そこで、建物の登記簿の方に、B は自分が建物を建てましたってことを登記すると。これでいいと言いました。ここまでかな。で、結果、B は賃借権を持つことになるので、この物件を買った人は、 鎮釈付きちょっとこれもう一回ねもう一回ねこれで瓶は賃借権対抗力がつくのでこの土地を買った人は賃借付きの物件を買ったことになるとよしじゃあその上でねよいしょっと一気ちょっとやらして。 ああ、すいません。A さん、との土地売ってくれるんですかあ、土地売りますよ。ありがとうございます。ちなみに、なんか他の権利がつけてますつけるわけないでしょ自分そういうの嫌いだからあ、そうなんだ本体やってるからね本体やってるからね本体やってかね疑ってるお前。ちょっと怖い。登記を見てみよう、登記を。何にも落ちくないから。怒りました。じゃあ見てみます。本当だ落ちく何もない ほーら言ったででししょょ何もないでしょよしじゃあこれで買ってみようって言って買っちゃうわけで買ってみたら「こんにちは C さんあなたは誰ですか?」っ借人です」うえ「えこのように不意打ちになるんじゃないかと」って思う男なんですがならないんです実は。 まず、発想前かな発想だけ見ると、当規模だけ見ても、当規模だけ見ても、B の賃借権は気づけない。当規模だけ見ても、B の賃借権には気づけない。なったら、これで買ったら、C は不意打ちを食らってしまうんじゃないかと。よいしょ。こちらの方、ノートの何ページだっけなえっ、ー、と、5ページの方を今一度見てください。 不動産投機え不動産との取引の上昇調査して行動を決定すると聞きましたここですが登記簿などって書いてませんあの家を借りた経験あるでしょうかないあごめんなさいあ,のある方だけ言いりますあのインターネットで外だけ見て借りられますか 私は絶対現地に行く絶対現地に行ってどういう状況か絶対見る現地調査も行います登記簿調査だけじゃなく現地調査も行います 今の話につなげる前に先言うね、えっと、これから出てくる民法の登場人物は、不動産取引をするときは、登記簿の調査をするし、現地を見に行く。現地も絶対見に行ってることは前提あります。登記模調査はしているし、現地も絶対見に行っていることを前提にしたルールになってます。その上でもう一回ね、初めの、初めから迎え出してください。ああ、シエ君、こんにちは。ああ、どうしたんですか僕のサラチを知ってるかいああ、駅前にあるサラチですね。 そそれれをを借りなないかえいいいかかえ買わんですかでも他にに何か権利をつけたりそんなことを僕はするわけないだろうそうですよねお前疑っているのは陶器を見てみろはい陶器見まますおつく何もありませんほーら言った何もないだろう俺のサラチを買わないかうんちょっとじゃあちょっとだけ待ってくださいうんわかったうん陶器帽のほうには何もないけどちょっと現地見に行こうさら地だと言ってるさら地だと言ってるさら地だってことです現地を見に行こうさら地だったよな うん、現地を見に行く現地にこれ見たら何が載ってるかというと A なんでこれいい家があるいい家家があるでしかもま表示で見ると B 誰この人あの !?A の土地に別人の家が建ってる普通借りてるだろうとかね何かあるなって普通気づくんですよこれ 現地調査で何かがあると気づく。現地調査で家がわかる。現地調査で家の存在があるので、何かがあると気づけるんです。 なんかもね、土地、なんか不動産取引のマニュアルかなんか見たときに、あの、土地と別人の建物があったら借りてると思いなさいって書いてました。土地と別人のね、人のね、物が建ってたら借りてると思いなさいと。現地調査で家がわかる。家がわかれば借りてるということは想像できる。不意打ちにはなりません。 現地調査を見れば建物,で建物がわかる建物が見ることによって何かがあるなと何かの権利があるなってことは想像できる。 何かの権利があるる。とこは想像できるだから、不意打ちにはならないと繰り返して先に行きますと、登記簿調査をする、わからない、でも現地調査をする、現地調査をすれば、更地だと思っていたのが建物付きになっていると、あこれは何かがあるぞと、別人の建物がある、これは何かがあるぞということは気づけるだろうと。 でも今日はこれぐらいになりますけどね、とにかくね、不意打ちを防ぎたいって発想が、とにかく民法の根底にあるってことね、とにかく、えー、あ聞いてないよという状態で、なんとか防ぎたいと。よし、これぐらいにしましょうか。続いて、今度は丸三番、借地借家法31、建物賃貸の解決方法と はい。読んでいきますと。建物賃貸借はその登記はなくても、建物を引き渡しちゃたときは、その後、建物について物件を取得したものに対し、その効力を生じる。絵を見ていきますと。A が家を持っていて、家を右の B に借りまし、貸しました。賃借権が発生します。で、賃借権が登記してくれれば、勝てるようになりますが、オーナーはまず登記はしてくれません。 じゃあこの場合どうすればいいのっというとよいしょこの場合ね引き渡しをが行われます。引き渡し,でしょうかあの家の場合は大抵鍵を渡すことによって。 引き渡し扱いされます。鍵を渡すことによって、引き渡し扱いになります。はい、で、この引き渡しだけで、対抗力がつくんです。引き渡しだけで対抗力がつくんです。 一応,一応確認ねあのアパート借りたで引き渡し受けられないってことあるかなその物件すぐ出てた方がいいそれ、ね、やばいやばいあの借りてきた鍵,鍵渡してくれない物件でやばいからそれは普通借りればすぐに鍵渡してくれますよねでその鍵の渡すだけでこれでもう対抗力強いなんです全く話ガラッと変るよ一回ガレガねアパートと思って 借りてると思って,アパート持って、借りてると思って、これ何かっていうと、オーナーチェンジ、オーナーさんが変わったってこと、アパートを借りました、鍵の引き渡しを受けました、オーナーがチェンジしました、オーナーチェンジしても、住めますよってことね、オーナーチェンジがあっても、引き続き住めますよと。 オーナーチェンジがあっても引き続き住めますよとち,ょっとちょっと入れておきましょうかここのところ、ね、建物上等のところでやわ、まあ、らかい言葉を使うとオーナーチェンジ。 まあ固い言葉を使ってね、賃借人賃貸人の変動賃貸人の地位の移転というんですけど、ね、賃貸の地位の移転というんですがオーナーチェンジだけまず入れて,おいてくださいオーナーが変わりますよと賃貸人が変わりますよと はい、ありがとうございます。えー、ちょっと切りがいいとこまで来ましたので、ちょっとこのあたり軽くまとめて一旦休憩入りたいと思います。えっ、ー、と講義ノートの方ですが、六ページからちょっと戻ってください。六ページの方お願いいたします。ありがとうございます。えっ、ー、と六ページの方。 えっと、え、物件 VS え、物件 V.S. 債権、どっちが勝つかというと、物件には排他性があって、債権にはないから、物件の勝ちになっちゃう。だから、所有権を持っていると。自分が賃借権を持って,ても、所有権を持たれてしまうと、自分は負けてしまうと。でも、それっておかしくないって話が出てきて、ね、こちら、民法をまず6 0五条で出てきました。民法6 0五条ってなって、賃借権も登記をすれば勝てるようにしてあげる。賃借権も登記すれば勝てるようにしてあげるよと。ってしたんだけど、賃借権ってまず登記なんてしてくれない。 で、そこで居住を保護するために借地借家法というのができました。具体的に言うとどうやったら保護されるかっていうと8ページ。8ページ一番上。土地を借りた場合は建物を建てて建物登記をすればいい。下。建物を借りた場合は引き渡しを受ければいい。建物は引き渡しを受ければいい。これによって賃借権は 対抗力がつきますよと。対抗力のつけ方3つざっくり言えるかな三つ。えっ、ー、と、6ページの一番下の605、借地10、借地31、3つそれぞれ言えるかな ?605、賃借権の登記をする。借地の10、建物登記をする。借地の31、引き渡しを受ける。あと2回ぐらい言います。 605条、賃借権の登記をする。借地の10、建物登記をすればいい。借地31、建物の引き渡しを受ければいい。 改めて繰り返しますと、605、えー、新借権の登記をする、借地の10、建物登記をすればいい、借地31、引き渡しを受ければいいと。と、はいうことで、あと、ね、1回これ出てきますので、ちょっと3つはパンパンと出るようにしておいてください。お時間きました、一旦休憩ありましょう、10分の休憩に入ってください。 えー、それでは後半の方に行きましょうか。民法の一回目後半の講義になります。で後半講義のと九ページ続きになります。え関数字五番、物件法定主義という言葉です。百七十五、条文番号を入れておきました。条文まず開けてみましょうか。一七五というのを開けてみてください。百七十五条です。 物件はこの法律その他の法律を定めるもののほか創設することができないとまた講義ノートのほうに戻ってください。はいえー、丸一、法定の物件以外の物件を契約で創設してはならない二、法定の物件に法定案内容を契約で与えてはいけない。 作るな、下は変えるな作るな、下は変えるなとえっとね、CF ってあって3行4行あって、その下、左側先見てください。民法、目次、物件と書いてます。そこにえ相続、占有権、所有権、地上権、英庫作権、うんぬんかんぬん載ってます。175条が言ってるのは、これ以外に作るんじゃないぞ。 物件を作るんじゃないぞ、変えるのもだめだからなと、作るんじゃないぞと、変えるのもだめだぞと、上の文章戻ります、CF、債権法定主義というものはない。 契約自由の原則。誰とどの、いかなる内容の債権を作ることも自由である。この債権っていうのを契約って置き直すところ、ちょっとここまで、ね、飲み込んでください。債権を契約って置き直しなので飲み込んでください。基本的にどんな債権を作ってもいい。どんな契約を作ってもいい。下の方にまた民法目次ってあって、左右があって右を見て。契約ってあって、第一節創設、二節から 贈与契約、売買契約、交換契約、消費対策契約と、実は民法は13個の契約を締結して、ルール化してるんですが、これはあくまでも一例。右の契約の13個は一例。左の物件はこれだけ。限定。左が限定。右は0円。右は一例。物件はこの法律以外のものを作るなよと。 契約はこの法律以外に作っても別に構わないよと、まあ、実際にはねあの今日本にある契約ってどれぐらいあるのかっていうのは、まあ、年によって違うんですけどね3500とか4000とか言われたるんです。で民法はその中で13項だけをルール化しています。 なんでこんな差があるかとあの物件って排他性があるんです邪魔するものは追い出すという強い力があるんですよ邪魔するものは追い出すという強い力ある意味危険な力があるんです物件は邪魔するものを追い出すという強い力危ない力があります危ないのは 少なめの方がいいです。危ないのは少ない方がいいんです。債権には排他性がない。ぶつかっても追い出すような危険な力はない。危険な力はない。だったらまあ自由に作らせてもいいだろうと。危険な物件はこれ以上作るなよと。危険じゃない債権は50でいいよと。 危険じゃない債権は50でいいですよと。危険な物件は限定的、危険じゃない債権は自由に作っていいと。 はい。よろしいでしょうかね。じゃあちょっと話変えましょう。次、関数字6。物件的請求権、物上請求権と。あの、全体構造で物件的請求権に説明しました。え、これ、変な人が住み着いてたら出てけと。出てけと言えると言いました。ちょっとこれ画面の方に少し出しますと。よいしょ。一応、ヘリクスをちょっと言ってきます。えっと、 所有者が A で土地があって C が不法に住み着いちゃってるとこの時に A 側が C に対しまあ出てきなさいとっていうふうに言えるんだとでもねちょっとよくよく考えるとねよくよく考えますよ 所有権って物件だからどこに向かってるんだっけ所有権って物件だから物に向かってるはずだよね。人にどうこう言えるはずないんですよ。物に向かってる権利だから人に言えるはずないんですよ。実はね、超古い話を言います。このね、物件的請求権って条文ないんです。 条文がないんです。もともと所有権という物件は物に向かっている。人にどうこう言えるはずはないんです。ですが、あ、また待つよ。ですが、これ貫いちゃうとね、所有権支配性がある。でも、変な親父がいても追い出せない。変な親父がいても追い出せないと。 支配性って何と。支配もしてるのに追い出せないっておかしくねと。支配もしてるのに追い出せないっておかしくねと。ってことからヘリクスを入れといてくださいね。この物件的請求権は物件の支配性から 生ままれれたと言われてます物件の支配性から生まれたと。もう一回ヘリックスすよ。本来所有権は物に向かっている。人にどうこう言えないはず。でもそうしちゃうと、住み着いてる親父一人も追い出せなくなる。住み着いてる親父一人も追い出せなくなる。これが支配性かと。これが支配と言えるのかと。 ということでこの物件の支配性から認めたのが物件的請求権って言われてます。物件の支配性から認めた権利と。 じゃあ繰り返しさっき言いますよ、えー、本来所有権は物に向かっている人にどうこう言えないはずでもこれで終わりにしたら、えー、変な人が住み着いても追い出せない物件が支配性といった意味がなくなっちゃう支配性から生み出されたのがこの物件的請求権というものなんですちょっと楽な話にいきましょうかで、あのー、この物件的請求権 3タイプあります今まで1個だけ言ったんですけど3タイプありましてこれがね括弧1から冒頭所有権に基づく物件的返還請求権返還請求権で次のページにあと2つあります所有権に基づく物件的妨害排除請求権所有権に基づく物件的妨害予防請求権 あの、ぶっちゃけ言いますよ。難しいのは漢字だけです。あの、皆さんあの漢字とやってることな何となくリンクできればそれでいいです。言葉はそのうち覚えてきますから。じゃあもう一回、9ページの下から。A の土地があって C が不法占拠をしている A としては何と言いたいか。私に返せ。私に返せと言いたい。その返せという場合は、物件的返還請求権。返せというのが返還請求権。 でページめくりまして自分のと違って横からー昔の CM のこの木何の木気になる木レベルのものが倒れてきたなんだこれと使えねえんじゃねえかとなんて言いたいかと言ったら A は B に対しどかしなさいとどかしなさいとこれが括弧二のタイトル 物件的妨害排除請求権妨害排除かッこさん A と違って B と違って B のと違って B のとにまあ大きな木が立ってます見てわかるとりグラグラしてるわけですもう教員でも倒れそうな感じ下の A を見てください A から B なんとかしてなんとかしてこれが物件的妨害予防請求権 あの書かせせることはありませんあの漢字だけ見てイメージを分けばいいです。妨害予防って言ったら、あなんとかしろって方向だろうなと、妨害排除、どかせかなと、返還請求、返せかなと、こんな感じでいいからね、漢字を見てどんな内容かなんとなく分かればいいからね、書ける練習しなくていいですよ。 じゃあ、ちょっとその下、カッコ4行きましょう。賃借権にも物件的請求が認められるか。えっと、ある土地があって、左側、所有者が A。右側、不法占有 C。A から C には返しなさいっていう物件的請求権はもちろんある。で、A の下。この土地、実は B に貸してるんですよ。じゃあ、この B の方が、物件的請求権。 を使って B の方で追い出すことはできるかと。っていうと下の文章を言みましょう。賃借権には支配性がないので物件的請求権の制度は考えられないはずと。A! 先ほどメモしてもらいましたね。支配性から認めたって。 物件的請求権は支配性から認められた権利です。ってなれば、賃借権は債権だから支配性がない。賃借権は債権だから支配性がない。だから、こういった権利ができないはず。ただ、その下。不動産賃借権の物件化傾向。その下。 対抗要件を具備した不動産賃貸借が物件的請求を肯定した。これ対抗要件を具備したところ3つありますね。これ前半最後で覚えてもらった3つだよ。605、賃借権の登記。借地の10、建物登記。借地31、引き渡し。でね、意識しておくと結構便利です。えっとね。 対抗要件を具備する賃借権って、対抗要件を持ったものっていうのは、しばしば対抗要件を具備すると、物件扱いを受けることが多いんです。対抗要件を持っていると、物件扱いを受けることがあります。 ということで、ここで、えっと、話としてはね、一区切りしたいんですが、頭の体操を最後に。じゃあ、もし、この事案で、B が対抗要件を持ってなかったらどうすんのと。話はもう一回ね。えっとね、A がいて B がいて、A は物件的請求権を持っている。ちょっと、ね、じゃあ書いちゃおうか。これね、持ってるんだけど、 この A が使ってくれないで,しましょうでなおかつ B も対抗要件を持ってないこの時どうすりゃいいだろうとで実はね今まで皆さんに全体構造で教えた内容から解決はつけられるんです。 でね、この段階でもし分かった方はね今日はご家族の方に行っていいものを食べてください絶対わかりませんこの段階であああれだと思った方はねもう,頭あもう頭がスルっとすきます無理ですね、はい、じゃあヒントを出しましょう もうちょっとヒントを出しましょう。債債権者者務の関係はいいよねもう一回ね、賃借権は債権、賃借権は債権だから債権者債務者の関係だよね。 債務者が権利を持っているけど使わない。債務者が権利を持っているけど使わない。ここで分かんなかった方は今日夕飯抜きでしてください。夕飯抜きです。夕飯抜きです。家族の方に言ってください。今日は食べちゃいけないと先生に言われたと。債権者、債務者、債務者が権利を使わない。じゃあもうちょっとヒント。漢字5文字。 もうだめだったらもう明日の朝食前抜き債権者債務者債務者が権利を使わないこの場合は債権者代債権者代債務者の権利を代わりに使うってやつ債務者の権利を代わりに使うってやつ 債務者の権利を代わりに使うっていう法理ですこういう手法もあります債権者、債務者、債務者の権利を代わりに使うとそういう手法もあります 債権者債務者債務者の持っている権利債務者が権利を使わなければ債権者は代わりにやっていいこれを債権代と言いましたそういう手法でも解決できますでねあの本試験で自分の知らない事案を受けた時にねあこれって債権代って方法でいけんじゃねえかとっていうふうにね自分でひねり出してね答えを出すとそういった 素養は全くいりません。<laughs> 全くいりません。<laughs> あの、今出てこなくてですね、うん、俺ってダメだなとって思わないでいいです。そういったことはいませんでで、出ませんから。そういったことを向こうは求めません。これ自分で導いてごらんということは出ませんから。むしろそのように、ああ、いい、うえって言って知らねえなと思ったら、いはスルーするんです。で、他の足で解決できるようになってます。なんで、今説明したのは何かっていうと、単純にこう、なんだろう、頭の体操というか、全体構造をやったことを繋げたかっただけです。 なので、ここ出てこなかったってことで、ショックは受けないようにしてください。はい。以上で、こちらね、ちょっと講義ノートを使って、全体構造プラスアルファをしたかったところは、ここまでといたしましょう。ちょっとブレイクスルーの方も多少使って、えー、えーえー、と、前提知識をもう少し確認させてください。ブレイクスルーテキストの方、一文冊目の方を開けてください。4ページ以降になります。 はいで4ページと5ページは全く読む必要ありませんもう全体構造言ったこと以上のことは何もないのでもう全く触れなくて結構です6ページの方を説明させてください6ページ関数二2番法律の解釈とは何だろうこちら6行を読んでいきます これまでのところ、民法の全体構造を考えていたが、法律のまとめにあたっては法律の解釈ということは不可欠である。法律というのが一般的抽象的に規定されるに対し、世の中に既に正規する事実は具体的に様々なものがある。また、時代の流れによって、法律が予定しない事実も発生する。つまり、法律には必ず、隙間があり、それを埋める作業が必要になる。その際には一定のルールが必要である。それが法律の解釈である。あの、すべての事柄がルール化されてるわけじゃないんですよ。 すすべててのことがルールー化されてるわけじゃないんです例えばね、今ルールがされてないけどね、私が勉強してるときっていうのは、これは書面でやらなきゃいけない、書面でやらなきゃいけないってルールがいっぱいあったんです。でも今、契約とかって書面よりも PDF データとかでもやること多いじゃないですか。PDF データだめなんですかと。ってときに、当時、あの、立法者は、いや、それは想定してないことですてと。これね、立 当社が予定した民法っていうのは明治時代なんです。明治。明治の時に作ったルールなんですよ。それを今に当てはめようとすると、どうしたってルール化してない事件なんていくらでも起きるんですね。で、ルール化してない事件が起きた場合、どう処理するのと。ちょっとね、実は2つほどありまして、あのね、1つがその人が言ってる通説ってやつ。 でもう一個は判例ってやつですでまず先に判例ってやつを見てください過去に下され裁判に含まれる法理論のうち現在拘束力を持つものって書いてますちょっとわかりづらいですねこれこれ、ね、判例っていうのはねこれね裁判例なんです裁判例あのねトラブルが起きるでしょトラブルが起きました 六方を引いてみたどっちかが。もう一回ねもう一回ね。トラブルが起きました。六方に乗ってない。訴える。で、訴えて第一審戦う。二審戦う。三審でも戦う。一審の裁判官は、六方乗ってないけど、僕はこう思うな。で、控訴される。二審の裁判官は、六方乗ってないけど、私はこう思ってます。で、もう一回、上告ってこと言って、最高裁。最高裁って、最高裁の裁判官が、 六法にはなんだいけどこのように考えるのが妥当であるとこの裁判例って書いてあると思いますが正確には最高裁の裁判例と思って最高裁の裁判例で、ね、最高裁の裁判例はその後ルール化します 最高裁の裁判例はその後、ほぼルール化すると思ってください。もう一回言いますね、条文がない、最高裁の裁判例がある、もうそれで世の中動いてると思ってる。最高裁の裁判例があれば、それで世の中動いてると思ってください。 あのすいませんちょっとまだすぐ開けられる先ほど見た講義ノートもねさっきも見たあの10ページの一番下10ページの一番下にねこういう表記がなかった今画面出してますこういう表記「斎半昭281218」これがね判例のサインなんです判例を表す文字なんです 具体的に、ね、この文字っていうのはどういう意味かっていうと最高裁の判決です昭和28年12月18日ですと最高裁の判決昭和28年12月18日とあの本当に余談ついでね 世の夜中の六本には判例付き六本ってなのんです。判例付き六本っていうのは、ね、もし、ね、本屋さんで見かけたらね後ろ見てください。後ろの,方にね,あのね、あの年度別、あとは昭和28年12月18日の判例を探したいといったらねそれ調,べる調べるようになってるんですよ。でそれを見ると何条のここに載ってるよって載ってるんですね。まあ、ただ、あの今このインターネットの世界です。あのこの半の,この、えっと、表数字 入れるだけで大抵出てきます大抵出てきます有名なものはね。今ものもの出てきますはいってことでこれがまず最高裁の裁判でこれが判例ってやつです一方ねその上の方にブレイクスの上の方に通説って言葉がないかな どのような価値観で物好きどのような解釈が最も妥当なのかさまざまな場面争われこれを学説の対立学説の争いなどというかその中で学説の中で最もポピュラーと思われるものこれを通説と言います学者の中で一番支持、まあ、を受けているもの学者の中で一番支持を受けているものこれが通説ってやつですねえ根本先生さ何歳ぐらいだと思う ?40 後半じゃねいや50いってんだろいやあの目は30前半よ いろんなことを言いますが指示を受ける意見もあればいやそんなの持ってるのはあんただけだよとっていうものまであります最も指示を受けているのが通説と呼ばれるものですえちなみに学者の先生の本を買うと私が通説だって大体書きます <laughs> 大体マイナーの説が多いんだけどねでねあの世の中の動き方と皆さんの受験的な話を分けて説明します えっとね、世,の中世の中の動き、世の中の、ね、仕組みとしては、見るくらいでいいかね。まずは条文が最優先です。まずは条文が最優先。で、条文がない、条文がないときに、判例を探して、判例で解決します。 でこの判例といっても最高裁までいかないと判例にならないんですだから例えばまだ事件になってないとかねどうなるかわかんねえなーって言ってもまだ誰も、ね、いや事件にしてないとかねそうとか最高裁までいかずに和解とかで終わってしまったとかいった場合は判例もないんですでこの判例までないと通説で型をつけます まずこれが世の中の動きね。世の中的な人では困るね。で、その上で、受験的な話をすごくしたいんです。世の中的には条文があれば条文、なければ判例、なければ通説。でもね、受験ではここは出ません。通説は出ません。受験では通説は出ません。 あの通説っていうのは誰が決めてるわけじゃないんですよ。あれが一番有名だよね。と、あれが一番有名だよね。っていう評価だけであって、時代によって変わる危険があります。それもあって通説というのはほぼ出ない。と思っていいです。あ、もちろんね。超細かい方が目ざとく言うとね。ほらこれ出てましたー。っていうね持ってくださたまにいますけど、あ死んでしまいました。えっ、ー、とあよかったねと。ともうそんなのね。56年あって1日ぐらいです。 なんで皆さんがこれから勉強するのは、最優先で勉強するのは条文で、これがなかったら判例。言いたいのは、この二つがなければ、考えるな。判例もない、条文もない、受験じゃ出ないから考えるな。 またないとは思うんですけどね私たちが提供する教材以外は使うことはないと思うんですが、ね、もし使ったときにこれが通説だとかいうのがあったとしたら、ね、もうそれは司法書士試験では無視です。レックが提供する教材以外のところでもしね通説とか書いてあった場合でもそれは書士試験には関係ないんで通説というのはほとんど無視したって結構です。 なんで繰り返します条文がなければ判例、判例がなければ通説という動きですが、受験的には条文と判例でおしまい、この2つがなければ考えない、また通説という言葉があっても、ほとんど無視して、どんどん学習を進めるとそういう方向で進めてください、はい、もうちょっと待とうかな。 じゃあ今度は右のページの方をお願いできるでしょうか。えっと、関数字3、民法の指導原理全体構造でざっくり言いましたバックボーンにある考え方バックボーンにある考え方こちら4つほどありますが一番有名なのが下から2つ目指的自治の原則。 すべて個人は自由な意思によらなければ、権利を取得し、義務を負わされることはない。という原則。意思によらなくては権利なし。意思によらなくては権利なし。意思がなければ義務もない。全体ごとの繰り返しさせてください。えっと、任意代理。本人は、こう帰属します。本人にこう帰属しますが、本人に意思はありましたっけ 代理権授与っていう意思がありますねでその代理権授与がない場合を無権代理と言いました無権代理は効果帰属しませんが効果帰属させたいなって時は何か言いましたね効果帰属させたければ追認という意思が必要でしたね時効というのは一定の年数住むだけでは所有権取得できませんでした遠用という意思表示がなければ所有権取得はできませんでした で、こんなように民法の大部分を占めるのが指摘実ですが、全部じゃなかったと。不法行為と、不法行為。自分には何の意思もないんだけど、債務を負ってしまう。自分には何の意思もないけど、債務を負ってしまうと。 ちょっととそれとプラスね、ちょっと一つ付け加えて押さえてほしいんです。下の方に、過失責任の原則ってのがあります。そこを見てください。過失責任の原則。人は故意または過失に基づいて他人の権利、利益を侵害し損失を与えた場合のみ賠償責任を負う。ちょっと意識して線いける故意または過失に基づいて故意または過失に基づいて。 えっと、不法行為の要件って言える故意または過失があって、損害を与えると賠償責任。故意または過失があって、損害を与えると賠償責任です。 ってことは、濃い過失がなければ、相手に損害でも、賠償にはなりません。よーし、もう今日帰った。よし、ベッドに寝よう。えいっ、プギャップギャッ寝てるやつがいた。あ怪我しちゃってる。いや、自分の部屋に帰って、自分のね、布団にダイビングボディープレスをすると、何が悪いと。 これって、損害は与えてますけど、故意もなければ過失もありません。これって賠償責任にならないんですよ。この言葉、過失責任の原則。故意か過失がなければ賠償なし。故意か過失がなければ賠償なし。故意か過失がなければ賠償なし。 故意か過失がなければ賠償なしちょっとその下に中書きっていうのがありますのでそこも読ませてくださいただし過失責任の原則はあくまで原則であり法律の至るところに無過失責任の規定は存在するのでそれぞれ抑えていく必要がある。 えっと、今から言ってきますので思い出してください。無過失責任という言葉。落ち度があろうが、なかろうが損害賠償。落ち度があろうが、なかろうが損害賠償。落ち度があろうが、なかろうが損害賠償。これが無過失責任というやつです。 落ちがあろうがなかろうがとでどんな時にやったかっていうとね各時間取りますんで見ててください,い僕は代理人だと思って代理行為をしたうちに帰ってびっくりお前を代理人を解除するとそんな手紙がもう自分のところに届いていたと気づかずに行ってしまったと向こうから言われたこの無限でやりやろうこの無限でやりやろうと 金払えと。ええー、なんで無権代理人に落ち度が何もない。落ち度が何もなくても、損害賠償をくらいました。117条というのがあったんです。全体構造であった無権代理の責任。117条責任というのは、この、無権代理からしてみれば、落ち度があろうがなかろうが責任を取らされる。 無権代理の方からすれば落ち度があろうがなかろうが責任を負わされるまあだからその分ねほらこっちの相手方の方には善意無価値を要求するっていうのはこっちが落ち度があってもなくても責任取るんだからこっちは全員無価値ないといけないよとっていう話があったはずなんですちょっと,っと時間、えっとあ、えー、画面の方出しっぱなししますね で、こういった無回復責任というのが、えっと、そこそこの数があります。で、この無回復責任というのは結構問われやすいんです。無回復責任のところになったらね、私、わーわーわー,ー言いますので、その時はね、ちょっと強調するようにしてください。無回復責任になったらね、わーわー言いますので、その時強調して聞いてください。 とということで、えー、と全体構造プラスアルファの前提知識はここまでといたしますでは、えーとまあ、本格的には次の月曜から民法の学習になりますが民法がどんな作りになっていて皆さんこれから何を学んでいくのかこれを説明したいと思うんですいったんですが講義ノートの方の1ページの方を開けてください えっと、左上、関数字1番、使用教材1、ブレイクスルー民法2行あって損した民法の体系、パンデックテン方式。一般的抽象的規定を個別的規定に先立ち、総則としてまとめることにより、法典を体系的に編算することを主眼に置いた著述形式。えっと、ちょっとこれ。 イメージ的な話をしますと、よいしょ、あ見るかでいいかんねん。まあ、数学っぽい話が少し入っちゃうんですけどね、あちょっと。え、AB プラス AC プラス AD プラス AX といった場合、これ、共通項で A って言葉がありますよね。A だけを A だけを前にくくり出してこんなふうにするこのくくり出されたある意味共通項を総則と言いますくくり出された共通項を総則と言いますだから言ってしまうねあねメインテーマは23456なんですよ メインテーマは2345がメインテーマの。でも共通項があるからそれ先に書こうかと。共通項は先に書いておこうか。これが総則って意味なんです。繰り返しね。メインテーマは2345。でも共通項があるから先をそれにルールか、先をそれに書いといた。これが総則ってやつなんです。 あの記憶怪しいところで100文字なんですけどねあの時効のところ全体構造で時効を見た時にね時効の条文も総則があって取得時効があって消滅時効って順番だったんです全部に共通する取得時効消滅時効に共通する条文を先に出しておいてその後と取得時効だけの条文消滅時効だけの条文って形で作ってますこんな感じで、えー、民法っていうのはとにかくね共通することを前に書く共通することを前に書くっていう性質があります で皆さんに今回持ってきてもらっているのはこの相続に当たる部分だけなんです。相続に当たる部分だけを持ってきてもらっています。中身に行く前に一回は、えー、と脇道というかをさせてほしいんですが。 えっとね、実は条文の並みが1条からずっと並んでまして、試験の、ね、順番も、実はこの条文の順番通りに来るんです。えっと、民法が全部で20問あると言いましたが、例えばね、民法の20条が20、えっと、18問目、19問目に来ることはまずないです。民法の初めの条文は初めのほうに来るんですよ。条文の順番通り試験に出ますので、テキストの編纂も条文の順番通りにしています。 ってことで、残念なお知らせを言いますと、えっと、条文の順番通り試験に出るから、テキストも条文の順番通り並べてます。この条文の順番っていうのは、向こうの立法のしやすさから作ってます。学びやすさから作っていません。<laughs> 条文の順番通り学びやすいってわけじゃないから。その点、互角覚悟してください。条文の順番通りの方が、ね、学びやすいってわけじゃないんだよ。というのはね、これから見ますけどね、 話がぶつ切れなんです。この総則って。全部の共通項を前に出してるだけなんで、物語の繋がりが全くないんですよ。ちょっとじゃあ具体的に見ましょうか。ブレイクスルーの民法の方、ちょっとパラパラめくってってもらっていい ?1 枚、2枚、3枚目ぐらいでしょうか。ブレイクスルー民法1、総則目次。ブレイクスルー民法1、総則目次というところを開けてください。 1> 第1編民法相続第2章、主権の主体まあ、固い言葉言ってます、権利を持てる人、権利を持てる人が書いてます、権利を持てる人で、権利を持てる人を人と言います、で、タイトル見て、1節2節 人には2タイプありましたね人には2タイプある自然人我々生きている方と法人会社などですはいじゃあ次は第3章「試験の客体物」 権利、物件の底先は物です。で、物ってどういうものと。物って何と。っていう話が第三章です。四章、五章、六章。これ、三つとも意思表示関連です。意思表示関連です。 あの6章の第3巻見た覚えはないでしょうか6章の第3巻、錯誤とこんな、ね、意思表示のトラブルなんかも出てきますページをめくりまして第8章代理。 全体構造でも出てきました代理のルール第9章、条件、期限違い、何でしたっけ必ず来るのか来るか来ないかわからないかでしたねで第10章、時効とでこのような形で本当にいろんなところのルールがぶつ切れで入ってきているこれが民法相続の特徴です。 で、今、目次見てると思いますんで、そこの下に入れておきましょうか。よいしょ。その下の方で構いませんので、入れておきましょう。民法二0問中の三問。二0問中三問が、この民法相続から出ます。 で、え、二十問中三問と言いましたが、もう一問はもう決まってます。一問は第十章の時効です。で、第十章の時効は絶対出ると思ってください。第十章の時効は絶対一問出ると思ってください。 ということで、その時になったらまた言おうと思うんですが、えっと、民法相続の進め方としては、このね、9章まで進めた上で、9章まで行ったら別次のテキスト移ります。10章は後回しにします。えっと、理由がありますね。理由としては、こちら、絶対1問出るって言いましたね。絶対1問出るって言ったんだけどね。実はね、この段階では読めないところが多いんですよ。何かっていうと、もしやったらこうなるのね。うん、じゃあよく、毎年いいかな。やるぞと。でね、このページまだこのようがでない。次行ってくる。 え、これなの,のやってないから次の日に行ってくれ。で、こんなやってないから次の日に行ってくれ。で、ちょっとこれだけやったからこれやったで、これやっ,やってない。やってない。やってない。よし、終わり毎年質問出るからな。頑張れよと。いや、それないよね。<laughs> 毎年質問出るのにそれはないだろうということなので、これ、一旦ね、他のの、ね、ところ、えーと、物件とか債券とかやって、他の用語を全部分かってから、こちらの方に戻ってくる予定です。はい。ということで、こんな感じのことをやっていくんだと思ってください。 ちょっと気味もいいと、いいとこですよね。ちょっと軽い休憩しましょうか。手を揉むなり、足を揉むなりしましょう。まあ、次の、えー、来週の月曜日から。えー、来週の月曜日は、まさに、え全、ー、日制となっています。午前と午後、講義になってきます。午前、午後の朝、昼、朝、昼の,の講義になってきます。 ですので、あのまあ、そのいろんな準備があると思います、えーとまあ、特に食事とかの準備とかもあると思いますので、ぜひお食事等は持ってきちゃってください。あのレックの本校にて多少ルールは違いますがあの、一応レックの本校内では一応食事は NG ですが、過度な匂いが出ないものであれば、教室内でた食べても別にいいです、過度なお匂いが出ないものは、一応ね、本校の方に一応聞いてくださいあの、カレーとかラーメンはさすがに、ね、喧嘩かを売ると同じですので、それだけはめていただければねあの、教室内で食べていただいても構いません、また外に食べていただいても構いませんので、あのそのあたりはご自由にしてください。 でちなみに言っておくと、あのー、結構ねお昼食べると3時ごろきつくなりますお昼を過度に食べると3時ごろきつくなりますので、あのー、過度に食べない方がいいですということを言い過ぎると食べなくておないがきついという方もいらっしゃいますなのでもうこのあたりも調整調整をしながらやってください また午前、午後になりますので本当にだんだん腰とかお尻のあたりが痛くなってきますなのでちょっとでも少し痛いかなと思った方はあの座布団なり何な,なり持ってくる、またあの本当に地べたにくっつい、ね、ているとなかなか疲れるという方も多いのであのず、えー、とスリッパを持ってくる方とか新聞を下に引く方とかマットを引く方とかいろんな方がいます。なので本当に自分が過ごしやすいような感じになるよういろいろ考えてみてください。 よしってことでじゃあここで民法総則の方をこれからやっていこうと思います。ブレイクスルーテキストは9ページ具体的には10ページからになります。 でそうでしたあの,今日の復習は全体構図と同じような感じでやっていて結構ですで次回から問題演習が入ってきますので次回からの復習の方法はまた次回に説明しますではまずはえ試験の主体人その部分の自然人というのを見ていきます第一節自然人図表3民法上核能力の意義そこに 能力って字が入っているものは4つあります。権利能力、意思能力、責任能力、行為能力と。能力をメインに勉強していきます。で、この能力、よく出るのが一番下の行為能力です。一番下、行為能力。 で、下に図表4っていうのがあります。年齢と各種の能力。ちょっと見づらいんですが、これね、年齢が経てば経つほどいろんな能力を取得するよと、年齢が経てば経つほどいろんな能力を取得するよっていう図になってるんです。一番上。出生から権利能力。6、7歳ぐらいから意思能力。11、12あたりから責任能力。 15歳、縁組能力、普通用紙とあります。あと15歳、遺言能力とあります。このあたりまた後に説明します。18、婚姻能力。18の下、行為能力。20になると、縁組能力。普通、幼親能力というのがついてきます。で今回、このね、設定勉強するのが、主に一番上の権利能力。ちょっと丸くて、一番上の権利能力。 2段目の意思能力下から2段目行為能力権利能力意思能力あと下から2つ目の行為能力ここを主に勉強していきますじゃあまずこの能力は何なのか一つずついたてきましょうブレイクスルー11ページの方いきます 1> 第一巻権利能力、関数字一創設。こちら四行、あ、五行かな読んでみてください。で、ちょっとお願いがありますね。あの、ブレイクするテキストの方、これからね。今日、今日のここから先で結構です。読んだら、読んだところに、後を残してほしいんです。読んだら、読んだところに、後を残してほしいんです。具体的に言うと。 今ねここの12345を読みましたね読んだところに、ね、ついては「ここを読んでるよ」っていうふうに後を残してほしいんです。というのが実は全体構造ブレイクスルーと違って本体のブレイクスルーは全部は読みません。初学者の方が今すぐ覚えてほしいところ今すぐ理解してほしいところをまずメインで読んできます。 でで読読むところととこままないところが出てきますで今は講義中に触れたところだけを読んでてください。で触れてないところについてはこれはね年明けとか学習が進みにつれだんだんあここに書いてあるのかとかねいう形であここに載ってるのねっていう風にな感じでだんだん読む範囲が広がってきます。はじめから全部を読むのではなくはじめは限定的に絞ってそこから読む範囲を広げていってほしいんです。 なんで復讐の時にどこを読んでどこを読まないのかが分かるようにするために読んだところに,このように、ね、分かるような跡をつけてくださいで。ちょっとこれは人によって違いますがお願いがあって、あのー、これ、ね、跡をつけるだけで終わりにしてほしいんです。できるだけやめてほしいのがこう気持ちは分かるんだけどね線を引くことこれはちょっとお、ねえっと、控えてほしいなと思ってます。 というのが、あのこれ、やっぱね、線を引くって気持ちは分かるんだけどね、これね、引くとね、引くことに注目したって、読まなくなっちゃうんですよ。授業中に引くってなるともったいないです、時間として。なんで、授業中はどこを読んだかってのが分かるように、場所が読んだってことは分かるだけで終わりにしてください。で、どうしても引きたいと思った場合はね、あの中にいらっしゃるのは、講義中はこういうふうにね、ここ読んだよってことだけマークしておいて、うちに帰る前にね、あの行儀で全部線を引いてからうちに帰るって方もいらっしゃいます。 講義中は線を引くっていうよりも、読む方を意識してください。よいしょ。というところで、えこちらの方、今、創設ところ、1、2、3、4、5行を読みました。権利能力の定義が載っていますね。この上からさ、2行目あったかな。権利義務の主体となり得る地位。資格のことを、権利能力という、権利能力え、権利義務の主体になり得る地位。もちろんその通りにいいんですが、全体構造でいった説明をすると、権利を持てる。 義務が終える能力権利が持てる能力義務を終える能力こんなのを権利能力と言いますでどんな人がそれを持っているかっていうとこれは人が持っているよと。 我々生きている自然人と会社,などの法人会社などの法人がこれを持っていると。うん、じゃあページをめくってください12ページ。 一番上、えー、と関数2番、権利能力の式図表の6、自然時に関する権利能力の式周期、イメージの図画面の方にも出しますので見ててやってくださいちょっとまず振り仮名振りましょうか一番左、解体とあります解体これは妊娠のことを言います。 法律では妊娠って言葉はあまり使わず、解体っていう字を使います。解体ね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ流れをります。妊娠する。生まれる。で、生まれたところで権利能力を持ちます。生まれたところで権利能力を持ちます。そして、 死ぬところで、権利能力を失います。死ぬと権利能力を失います。ってことで、死ぬと権利が持てなくなるね。死ぬと義務が持て、義務を負えなくなるね。それどこに行くの持てなくなった権利、負えなくなった義務はどうなるかっていうと、相続で承継よと。持てなくなった権利、負えなくなった義務は相続でおりますよと。 ちょっとだけ細かいんですけどやん,やんなきゃいけないのがここの部分の出「出生」「出生」って何と,、まあ、というか何をもって「出生」と考えるかなんですブレイクスルーその後に文章が1段落2段落3段落4段落とあります4段落目の「では」「では」っていう段落こちらを全部読んでいきましょう「では」っていう段落です では、出生とは何か。出生時期間は、胎児が生きて生まれたか否かの決定を通し、相続関係者の理解に影響したり、また、年齢、青年に達する、ね、時期、時点、出生の届けの式の決定意味あることから、その具体的時期が問題なのか。通説は、生きて生まれて、生きて母体から完全分離するとき、全部露出説。その瞬間から、権利能力を取得する。 としている全部露出全部出てきたときに人になる全部出てきたときに人になるあの一応だい書きませんけどねあの出生届を出して人になるじゃないってわかります えっと、生きて出てきました出生届があって人間よ。じゃないよね。それになっちゃうと、あの、出てきました出生届がない。あんた人間じゃないと。これは変な話です。出てきた時に人間ですよ。で、ポイントは全部って点なんです。えっとね、左側、比較しよう、全部読んでください。左側、比較しよう、全部読んでください。 実はこれね。刑法で左側出てるんです。刑法で左側出てるんですよ。一部でも出てくれば攻撃ができる。一部でも出てくれば攻撃ができる。刑法では一部でも出れば人扱いです。刑法では一部でも出れば攻撃がされてしまう。攻撃されてしまうことから、一部でも出れば人扱いにします。 <laughs> でもねこれ民法と刑法で扱いが違うってところ注意しといてくださいまあもうちょっと本音本音で言っちゃいますねこの民法で全部出た時に人になるなんて出たことないんですよ一回もでもね左側の刑法が出てるんです一回。 な力にち,ちょっとそこは抑ええとくといいかなという感じです。ってなると、まあ、全部出た時に人だと言うんだったら早いかなうん関数字3見て胎児ってどの時点解胎児でどの状態それって人違うよね。 原則見てください。胎児に権利能力があるかといったら、胎児は生まれてないから、権利能力はないんですよ。ただ、下に例外が3つあるんです。この話をこれからしていこうと思います。この例外のところで結構です。ちょっと私も書こうかな。よいしょ。この例外のところに、 講義ノートの11ページというふうに入れてもらって講義ノートの方を出してください、えっと、全体構造では皆さんに結構画面の方に出してもらって書いてもらいました。 で本体の講義では画面の方に書いて皆さんに、ね、書いてもらうというよりも先に書いたものを皆さんに配るという形でおりますなんでこちらの方の講義ノートの方がある意味全体構座で配った画面に書いてるイメージと思って聞いてくださいじゃあ一番上胎児の権利能力というところを見ていきますあでちょっとこちらの方ねすいませんがこちらの手前で申し訳ないんですけどね都合で申し訳ないんですが すいませんこの冒頭のところにね「ブレイクスルー」って書いてますのでこのブレイクスルーのページ数12ページかな12とかねちょっと入れてもらうと助かります。 いやあの本当に自分のね、手前で申し訳ないんですけど、昔これ入れてたんですよ。そしたらあの、ブレイクスルーが出る寸前のところで、なんかページ数がずれたんです。で、その結果、書いたページ数が全部でずれてごめんなさい、ページずれます、ページずれます、ページずれます。っていうことでその、皆さんにもう大迷惑かけてしまったので、もうそこからね、ページ数を開けることにしました。なんで、申し訳ないんですけど、ページ数が開いてるら、そういうときだと思ってください。よし、よし、じゃあちょっと見てみましょう。関数字1、問題の視点。えっと、C という旦那さんがいて、D が奥さんと思ってください。 C がいて、D がいて、で、そしたら胎児、お子さんを恵もっていたんです。ただね、この C っていうのが、まあ、病気だったんですよ。もう病気で、まあ言ってしまうとね、生まれるのが先か、死ぬのが先か、もうどっちか分かんない状況だったんです。その下、C が死亡した場合の相続人は、右側、事例1。 C が死亡し、その後胎児が出生した場合、相続分 b 三分の一 d 三分の二元胎児なし。ちょっとこれ画面を使って説明します。いくよ。えっと C と D がいて胎児がいる状況。で、これ C が死にました。ケンリームが降りてくる。 受け取ることができる胎児は権利能力ないんだよねないってことは受け取ることができない受け取ることができないなんで相続関係は配偶者と子供ではなく配偶者と直 直径存続になっちゃいます。配偶者と子供相続ではなく、配偶者と直系存続扱いになっちゃうんです。受け取れないとね、受け取れない。 はい。じゃ、繰り返しっけいきますとね。えっ、ー、と、死にました。えっ、ー、と、奥さんは受け取れる。でも、胎児は権利能力ないから受け取れない。だから、相続は結局、奥さんと直系存続扱いになる。じゃ、今度、事例に読んでみて。胎児が出生し、その後、死意が生まれた。この場合ですが、ちょっと書きますとね。 このケースは、例がは受け取れる、胎児も生まれてます。生まれているから受け取れるわけです。両方とも受け取れるってことになります。だからこれは、子供2分の1、配偶者2分の1の相続。ということになるわけですね。 で、下の文章を見ますと、胎児が出生する時期が新・死亡の前後で、このように差が生まれるのは不公平であると。死ぬタイミングと生まれるタイミングで、ここまで差がつくのはおかしくないかと。その下、相続については例外的に、 権利能力ありにしました。相続については、退治といえども、権利能力を認めることにしたんです。条文を開けてください。886条。886条。 886条、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす、すでに生まれたものとみなす、権利能力ありで扱うよと、権利能力ありで扱うよと。 ちょっと6本すぐ使うから、開けっぱなししといて、6歩すぐ使うからね。なので、あの結論から言っちゃいますと、こうなります、結論からすると、結論からすれば、生まれるのが先かどうだろうが関係なく、全部、権利能力、あるいは処理してください。 順番どっちか関係なく、順番どっちか関係なく、権利能力ありで処理してください。順番どっちか関係なく、権利能力ありで処理。 じゃあんでこのようにしたのかと特になんで相続だけそんなふうにしたのかと言いますとちょっと入れ,入れられるえっとここ相続に相続についてはってあるでしょ相続の趣旨相続人の生活保障相続人の生活保障,相続,活保障相続人の生活保障のため 権利能力を認めた相続人の生活保障のため権利能力を認めたまあ結局生きて生まれれば生活保障はしなきゃいけません。で順番がどっちか関係なく生きて生まれれば生活が必要なんですから生活保障がいるんですよ。 生きて生まれれば生きて生まれれば生活の保障がいるんだからえこちら生活保障のために認めたと。いけたかなじゃあ皆さん886条の2項を読んでください886条の2項。あの死産だった場合は生活保障いらないよね。 死産だったら生活保障がいらないから死産だった場合はこのルールは使わない死産だったらこのルールは使わないとはいでこのように胎児には基本権利能力はないんだけど実は条文によってはありと認める場面がいくつかあるんですそれが関数2番 退治に権利努力を認める場合、括弧1、相続886、あと2つあります。括弧2、不法行為による損害賠償。括弧3、異臓と3つあると。3つ。ちょっとね、ノートの方続けていきましょう。括弧2、不法行為による損害賠償。A の不法行為によって C が死亡と。 絵を見てもらいますと C がいて奥さんが D がいてイジがいらっしゃるという状態でこの状況で右にいる A 右にいる A の不法行為によってお父さんが殺されたんですちょっとこちら条文番号を書きますのでまた条文を開けてみてくださいこちらね奥さんは 七百九条とは別の損害賠償請求権を持ちます。七百九条とは別。七一一七一一。 711条。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者、子に対しては、その財産権を侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。でね、これ分かりづらいんだけどね、これ精神的なショック、精神的なショックに対する医者料と言われてるんです。慰謝料、慰謝料。遺族固有の慰謝料請求権。遺族固有の慰者料請求権。 あまりこれはメモしなくていいからね。あのね、これ今、旦那さんが殺されてるから、旦那さん自身は709条持つのね。で、709条が相続で降りてくるんだけど、これとは別ね。709条降りてくるとだこれとは別。遺族固有の慰謝料請求権とかあります。これ何かっていうと、あの、やっぱり、ご家族で、旦那が殺されれば、奥さんは嬉しい。<laughs> すいません、間違えました。えっと、旦那が殺されるとあの、奥さんはショックを受けます。旦那を殺されると、奥さんはショックを受けます。 この遺族固有の慰謝料、遺族固有に慰謝料請求できるようにしてるんです。じゃあこの慰謝料請求権を誰が持てるのかと、と言ったら、ヒーリクス言ったらこうなるよ。ヒーリクスと言ったら、奥さんが持てるのは当たり前。胎児が持てるかと。と言ったら、 タイには本来権利能力がない。だから、遺者料請求権は持てないはず。でも、条文を作って持てるようにしました。条文を作って持てるようにしました。本来は持てないはず。でも、条文を作って持てるようにした。721を開けてみてください。 え胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなすすでに生まれたものとみなすはいというのもこちら何で認めたかっていうとショックを受ける点は変わらないうんちょっとあのもう覚えちゃえばいいんだけどそれでもやらせてくださいお母さんがいる生まれるだだちゃんとち,ちゃんと聞いて。 だお父さんが死んだの。ええー、この逆ね逆ね逆ねえっと、身ごもってる状態、旦那が死ぬ。身ごもってるので旦那が死ぬ。生まれる子供ね。だパパだパパだパパはね、殺されたの。だ生きて生まれようが、あの、生まれようが、順番がどっちだれショックを受ける点は変わらない。 順番がどうであれショックを受ける点は変わらないので胎児であっても認めることにした後日ショックを受けるのは同じだと後日ショックを受けるのは同じだと順番がどっちであれショックを受ける点は同じと順番がどっちであれショックを受けるという点は同じ。 よし、じゃあ次。カッコさん、遺像。よいしょ。遺像を覚えてるでしょうか遺言書を使った贈与。遺言書を使った贈与。これを遺像と言いました。絵の方も使っていきますと。C と D が移転。して胎児がいらっしゃる。C は生前に遺言書を残してる。土地を生まれてくる子に遺像すると。 ただまだ生まれてないんですよ。で、ヘリクス言うとこうなるからね。いくよ。死にました。まだ生まれてない。死にました。まだ生まれてない。この場合、所有権を退治は受け取れないよね。受け取れないよね。でもそれだと、 依存の趣旨が貫けなくなる。依存の趣旨が貫けなくなる。なんだっけ依存の趣旨。死者の最終意思の尊重。死者の最終意思の尊重。胎児に権利能力がないとすると、死者の最終意思の尊重は貫けなくなる。だから、権利能力を認めました。 繰り返すね、繰り返すね。本来、大臣や権利能力がない、これで受け取れないってしてしまうと、遺贈の趣旨が貫けない、死者の最終史の尊重が貫けない、繰り返します。え本来、大臣や権利能力がない。 だからって受け取れないってしてしまうと資産を最終的の尊重は貫けないそこでこれも権利能力を認めることにしましたでねこの3つしかないんです あとでブレイクスルーのもに載ってるんだけどね、実は国によってはね結構他にも認める国もあるんです。でも日本は、ね、いろんな理由があって、この3つしか認めてません。じゃあ最後、そこをちゃんと確認して今日は終わりにしましょうか。ちょっと待ちましょうかね。ブレイクスルーのほう戻れかな。12ページの図。 12ページ図表7、常識のマークを振っといてください。隠して宣言できるように、隠して原則例外が宣言できるようにしてください。原則、治に権量化は認められない。例外以下の3つに関しては、退治は既に生まれたものとみなされる。不法行為に戻す婚外賠償、相続、遺贈。この3つは認めるよと。 で、右のページ、13ページの方ですが、こちら、えっとね、1段落目、2段落目、3段落目、4段落目、もちろんの段落まで読んでみて、大事からもちろんの段落まで読んでみて、大事からもちろんの段落まで読んでみて。 私、あまりみな読み上げませんのであの朗読会じゃありませんからあの私の方も、ね、一緒に読む,わけじゃない読むことあんまり少ないので皆さん読んでくれっていうふうに言います。で皆さん読むスピードをちょっと上げるためにも、ね、皆さんにちょっと目読してもらっていますで。だん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 、ね、あこれぐらいで読めるだろうなって感じで聞ったりしますのでちょっと急ぎ目に読んでいってみてください。で、線を一箇所お願いします。一番最後、死産の場合は別である。死産の場合は別であるって言葉資産だった場合は能力ないよってことね ではことで、一旦今日はここまでにしましょう。大事、少しちょっと話が残っていますが、一旦これ今日はこれ聞りたいと思います。ということで、ここまでにしましょう。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。